冠の雪原の南方に位置する大きな木。その大きな木は大木と呼ばれる。その木には赤い果実が宿る。その果実を求めてある三種のポケモンが集い、そして争う。そんな姿はガラル地方の人々にも多く目撃されており、人々は次第にその姿に違和感を覚えるようになった。オンジャスどうもサオでございます。本日はなんとガラル山頂のお話なんですが、このガラル山頂のお話をすることによって冠の雪原のポケモン解説シリーズを卒業することができます。なんでそんな嬉しそうなんだよ。もうこれ言いすぎてリスナーからもね、いい加減にしろって言われてるんですけど、もうこれ最後にするわ。ポイ捨ての雪原の解説は疲れるからです。しかし今回ガラル山頂についても何もほぼ資料はないんですが、一つ分かりやすい解説の仕方を考案したので、それを交えて解説していくことにします。本来伝説のポケモンは人々に崇められる存在だったりします。例えばこのように関東のフリーザーだったら非常に綺麗な立ち振る舞いみたいなところがフィーチャーされております。伝説としての威厳みたいなものを感じられます。しかし今回出てきたガラルのフリーザーについてはどうでしょうか。目から放たれるサイコビームの効果は強烈で、少しでも触れると凍てついたように動けなくなってしまう。動けなくなった相手にはサイコパワーを凝縮した羽でとどめを刺す。そして生き物の細胞に作用する強力なサイコパワーを操って戦う。なんか恐ろしい解説がされてませんか。で、これはなんでなのかっていうところなんですけれども、この説明文って多分ガラルの人々が感じた違和感、そして未知の恐怖から生まれたものなんじゃないかなっていうところを主体に置いて今回は解説していきます。いいですか皆さん、違和感を頭の中に入れといてくださいね。違和感、ちょしつこかったな。では関東の山頂のモチーフから見ていきましょう。こちらは表で出します。まず見ていただきたいのは、まあファイヤー、サンダー、フリーザー、エレメントですよね。炎、電気、氷がモチーフになっている。かつ1,2,3、まあ、この3匹揃って伝説だよみたいな、まあそれはわかんないんですけど。そして最後に見ていただきたいのは神話関連ですね。オーディン、トール、ラオーディン、トールは北欧神です。そしてラーはなぜかエジプト神なので、今回は、強引に北欧神だったと仮定すると、まあスルトが出てきますよね。炎の神なので、オーディン、ラー、スルトがモチーフだったということで考えていっていいですか。まあ、というわけで第2テーマが北欧神だったということで、じゃあガラルの山頂はどうなのか。フリーザは冷血、そしてファイヤーは怒り、そしてサンダーは逃走、そして逃走を求めた結果アーマードコア。でこの3つの特徴を持つ神話に出てくる登場人物って考えると、ケルト神話にいるんですね。モリグナっていう存在です。これは以前もお話ししました。モリグナはケルト神話に登場する3人の魔女です。ガラルの山頂は渡り鳥という表現がされているんですけれども、こちらのモリグナも渡りガラスとして描かれることが多いです。3人のうち1人、モリガンは破壊、殺戮、戦いの女神です。つまりこれがサンダーの由来なんじゃないかと。そしてマッハ、こちらはバッハとも呼ばれるんですが、赤い盾髪のマッハという異名を持ち、マッハという意味は怒りを意味しています。これがファイヤーなんじゃないか。そしてバズブは消去法でフリーザーなんじゃないか。死を予知する神って言われてます。まあモチーフも別々であると。まあただこれに関しては他のリージョンフォームもそうなんですけれども、まあ新しく出てきたリージョンフォームがね、別のモチーフになるっていうのは結構多いことです。しかし皆さん、あの考えがよぎりませんでした。このガラルのファイヤー、サンダー、フリーザーってそもそもリージョンフォームじゃないんじゃないかっていう話です。リージョンフォームってそもそも何だと思いますか。これジグザグマとかが非常にわかりやすいんですけれども、ジグザグマってガラルは原種なんですよね。そこから派生してなんか方円のジグザグマみたいな感じで増えていく。大きな考え方をすると、どこかの時代で血は繋がっ
ているよみたいな、まあ、何をもってリージョンフォームとしているのかっていう明確な基準はない以上何とも言えないところではあるんですが、どうにもこの伝説の3匹のリージョンフォーム、ガラルの人々が、あのポケモンサンダー、ファイヤー、フリーザーじゃん、関東にいるやつだよねって思っていたら、なんか違くないみたいな違和感を覚えてきたことっていうところに起因したエセリージョンフォームなんじゃないかみたいなところも考えられますよね。それではここから第2の違和感について話していきます。このポケモンたち、まあガラルの姿とは言われているものの、ガラルフリーザーのフリーザー要素って冷血であるみたいな、そういうまあ比喩的な表現、ここからが氷、そしてファイヤーに関しては燃え上がる怒り、これが炎のような比喩になっていると。でサンダーに至っては山を登る姿がジグザグしていて雷のように見える、そして動いている時にバチバチと音が鳴ること、これが雷っていうところです。つまり強引ですよね。似て非なる存在、ここにも違和感が存在しています。これらの違和感って多分ゲーフリがあえて入れている要素なんだと思います。ガラルの山頂の戦闘 BGM 聞いたことありますよね。めちゃめちゃかっこいいですよね。でもなんか違和感覚えませんでした。これが第3の違和感です。ガラル山頂の BGM ってよく聞いてみるとかなり完成度が高いんですよね。なのでちょっと少しずつ区切って聞いていきましょう。はい、まあ戦闘開始から A メロまで聞いていただいたんですけれども、なんか不安を煽るような感じになってますよね。ではこっからのフレーズが非常に面白いです。ある曲のようなフレーズが後ろで流れているのがわかります。それがまあロケット団のアジトですね。うん、かすかに聞こえる。でもロケット団ともちょっと違うみたいな、ここでも不思議な感じがすると思います。そして唐突に曲が明るくなります。はい、こうなったと思いきや今度はギターのフレーズに変わっていきます。そう、よく聞いてみるとこの曲ってガチャガチャしてるんですよね。ではこの後のフレーズにもロケット団っぽいフレーズが流れます。ロケット団っていう存在ってやっぱり皆様の頭の中に残ってるじゃないですか。怪しい存在、怖い存在みたいなもの、それを彷彿させるようにあえてこのフレーズっぽいフレーズを入れてるんだと思います。しかもなんでこのロケット団っぽいフレーズなのかっていうと、なんか聞き覚えのあるような曲だなって感じさせて、しかし本当はオリジナル曲なんです。
完全な別物のようでどこか初代っぽいみたいな、まあこれが真理だと思います。この BGM の違和感っていうのはガラル山頂の設定とかともかなりマッチしている部分ですよね。はい、というわけで今回はガラル山頂の違和感についてのお話でございました。皆さんどう感じたでしょうか？違和感は感じるでしょうか？そしてもう一つ告知が、なんと LINE スタンプが発売されました。ぜひとも、コメント欄か、概要から、URL 飛んで、一番安い価格にしてあるんで、ぜひともお買い求めください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。